した。消えた。マジ？俺たちやったってやつ？ってやつだろ。うわ、もうマジか！なぎせ、泣かないで！リンド、お疲れ。お疲れ様でした。終わったな、ショウカ。うん、そうね。ゲームの方は？ああ、決着はついてないね。シーバ、やるのか？こんな気分になっているのが尺だよ。お前はどうか知らないが、さすがに燃え尽きてる。戦う気にならない。俺も同じだ。ただどうやらお前は一度俺に勝ったようだ。さすがに不戦敗を認めるのは無理だ。やっぱ延長戦ってことか。さっきも言っただろう、燃え尽きてる。だから今回はドロー、引き分けだ。その場合のルールは決めていなかったが、解散ということにするよ。つまりゲームは終了だ。解散って俺たちはどうなるんだ？お前たち RG のものはバッジを捨てればいい。それで RG 直行だ。バッジ。翔歌はもう一度死神にしてやってもいい。え？解散で生き返るんだろ？新宿死神が生き返ることはできない。どういうことだよ。新宿死神のルールだ。死神になるときに誓う。死神の身分を剥奪された者は消滅。ゲームの開催中はそのゲームが終わるのを待って消滅。あ、覚悟をしてジョーカーはツイスターズに着いたんだ。本当なのか？死神に戻りたいなら今日のうちに俺のところに来い。お前が決めていい。それなら死神に戻るしかないだろ。そうかな。それしかないだろ。いいよ、もう死神なんて飽きちゃったし。飽きた？消える覚悟はしてたし。なんで言わなかったんだ。言う必要なくない？よかったじゃん、ゲームも終わって。よくないよ。受け子よだって。はあ？やれると思ったのに。なんで？スワローさんだろ。戻す前の時間の中で聞いたんだよ。ショウカでもスワローさんでもずっと助けてきてくれたのに、こんな終わりってないだろ。いやーね、どこの時間で喋ったんだか。いいの、リンド。死神に戻ってリンドと会えなくなった。遠くでゲームするだけの方が嫌だし、死神ゲームももう嫌だから。楽しかった。最後はたくさん話せて、一緒に戦えて。私、悲しいことを言うね。え、誰ですか？僕は桐生吉也。ヨシュアって呼んでくれていいよ。うちの両親もそう呼ぶんだ。
何なのあんた。君は知らないと思うけど、僕は渋谷のコンポーザーを務めてる。コンポーザー？コンポーザー、作者、作曲家。ゲームマスターよりずっと偉い人だよ。出会えた記念にちょっとしたゲームをしようか。え、ゲーム？翔太！翔太をどこにやった？迷い猫探しだね。無事見つければ君の勝ち。何言ってんだ。頑張って探してごらん、リンド。しばらく仕事なんかしないんだから、ノイズ一体何匹倒したと思ってんの。私だってかなり倒したわよ。仕事のポイントが入ってたら昇進確実だったわ。南本さんも意外によく働いたじゃないの。死神に戻るんでしょ。またお仲間だね。ふん、お前らゴミ死神と一緒にするな。はあ、ゴミって何よ。誰のこと言ってんの。俺の真の目的はまだ達成されていない。新宿死神どもは計算式には不要だったが、やつらのおかげでコンポーザーが姿を現した。これからだ。あいつ渋谷コンポーザー狙いって本当？何にせよ意味わかんなさは変わんないけど。ま、大きな夢をお持ちらしいね。もう勝手に行動しないでほしいな。マスターは私なのに。は？マスターって何よ。ご主人様ってことだけど。実は私とミナミンってそういう関係なの。すっごく大きな貸しがあるんだもん。いろいろ言うこと聞いてもらわなきゃ。言っちゃったね。あの男が言うこと聞くなんてありえんの？つーか、みんな仕事しなさいよ、本当に。ご苦労様でした、うずき。昇進かかってないのに最後までよく頑張った。頑張り損だわ。疲れたわよ。ずっとぶっ通しでゲームやってやっと休みが取れるわ。まずはラーメンでも食べに行くか。おごり？もちろん。じゃあ行くわ。ずっと一人ラーメンでつまんなかったのよ。俺もだよ。ネック君、ご苦労様だったね。俺を新宿に押し合ったのはヨシアか。人聞きが悪いな。避難させたんだよ。3年前のあの日、君を撃った死神の好きにさせるのは心配だったからね。それが本当だとしても目的はどうせそれだけじゃなかったんだろ。謎解きは楽しめた。情報を持ち帰って欲しかったのも事実かな。大変だった。悪かったね。でもネック君だから任せられたんだ。そうかよ。正直執行人の件は荷が重いかと思っていた。クボーのことがいざとなったら僕が出ていくつもりだったけど、最終的にその必要はなかったね。よしは、ん？俺は RG に帰りたいんだけど。 UG でコンポーザー候補にでもなってみたら。遠慮しとくよ。残念だ。
大丈夫、僕が責任を持って何とかするよ。会いたい人がいるんでしょ。シーバ、どこに行くの？すぐに。渋谷は私たちを受け入れるって、そういう話になったと思うけど。新宿へ戻る。え？天使にやり込められたままだ。俺のプライドが許さない。どうにかして新宿の街を元に戻してやるさ。新宿の崩壊は俺の意思だ。その選択の責任は俺が取らねばならないだろう。そうすることが新宿の未来の償いにもなる。ねえ、私も行っていい？ここの方が居心地がいいだろう。悪くはないけど、私は新宿死神だもの。新宿を元に戻すのならあなたを手伝いたい。すぐに。俺も同行しよう。相変わらずムードを読まないな、ひま。一気に下がった熱が分かったか。悪いが、そのあたりに微塵も興味はない。渋谷から逃げ出す情けないお前に何の気を使えというんだ。ただ新宿を元に戻すという話なら黙って見てはいられんからな。だね。僕も同行するよ。新宿のデータならたくさん残ってるから。ありがとう、ついてきてくれた。気持ちが入りすぎて気持ちが悪いぞ。島、お前は少し黙れ。いろいろありがとう、渋谷。ライム、お前早く家に帰れよ。そんなこと言わないでよ、お兄ちゃん。久しぶりの渋谷なんだからいいでしょ。ずっと勉強漬けだったし、お兄ちゃんが消えてからはずっと PC 漬けだったし、やっと趣味を開いたってところなんだよ。よくわかんねえけど、まあいいか、頑張ってもらったからな。ビート。おお、どうだった？ちょっと見て回ったけど、まだいないみたい。そうか、でもまあ焦るなって。必ず帰ってくる。帰ってこなかったらヨシュアを締めるしかねえ。うん、そうだね。分かってるんだけど不安なんだ。だってずっと顔見てないから。ああ、シキは顔見てねえもんな。ん？こんにちは。こんにちは。俺今時間空いちゃって。そうなんですか。次の予定まで誰かと。ちょっと行ってくる。わかった、気をつけて。はあ、帰ってくるんだよね。目印わかるよね。でもずっとそう思って待ってたから実感ないよ。シキだよな。レク。うん、遅くなってごめん。ううん、いいよ全然。帰ってきてくれたならいいよ。ありがとう。お帰り、レク。ただいま。なんかさ、いいよな。言いたいことわかる？わかる。だよな。なんか愛おしいわ。このざわざわした渋谷にいるって感覚がさ。うん。俺さ、レガスト入れたんだけど。レガストってナギさんの？そう。
南本さんみたいな人に微笑まれてる服はどうしていいかわかんねえ。面白いのかよ。もうちょっとやってみる。なぎせんにレポート出せって言われてるし。なんだ。勉強になるらしいよ。良いですか、東西殿。レガストというのはコミュニケーションの教科書といっても過言ではない。相手の熱意を受け流した方が良い時、突き放されても何度もアタックせねばならぬ時いろいろ練習になるんだってさ。頑張れ。じゃ、腹も膨れたし、また明日な。またな。お、今日サボテンダー出てんだ。スクランブルまで行ってから帰るか。ゲート。スワローさん、最終ログイン1ヶ月以上前。あの人があの時消火を消して、それからずっと会ってない。ゲーム終わって結構経つけど、ポケコヨのアカウントしか残ってない。 SNS のリストの方は消えちゃって、スワローさんにも消火にもメッセージは送れない。もう会えないなら、言っときたいこといろいろあったんだけど。おっと、うわっ、うわっ、すいません。すいません。リンド？え？リンド？消火？すいません。もう感覚わかんないんだよ。人にぶつかんのも久々だし。RG に来たんだ。来た。いろんなこと慣れんの大変で、まだいっぱいいっぱいだけど。なんだ。来たんだったら教えろよな。つか、フレンド申請。仕方しないでよ。え？アカウント全部使えなくなっちゃったから新しく申請したんだよ。なのに全然承認しないし。嘘。ああ、見てなかった。ポケコヨもマジか。うわ、本当だ。また最初からやり直してるから、いろいろ手伝ってよね。何？ああ、いや、ナッツイーターあげる。マジ？あのさ、リンド。え？これからよろしく。よろしく。
Thank you.